あの日を忘れることは決してない。俺が子供でなければ、弱く臆病でなければ、父上を守れた。駒田の浜で死んだ我が友、笠井、松戸、本郷、お主らの対馬への思い忘れはせん。野党に戦場で拾われるとは。叔父上は何と言うだろうか。石川先生も湯に浸かるべきだ。常に鶴のように張り詰めておられて、穏やかに過ごすことはあるのか。誰かと浸かりたいものだ。のぼせたかな。賢治の酒があれば火の打ちどころがないのだが、長話を聞かねばならぬか。政子殿はご子息を連れて大御子へよくいらっしゃったな。我らが遊ぶ姿を見ながら母上と茶を楽しんでおられた。短い付き合いであったが、鷹、勇ましかったぞ。並の武士にも劣らぬほどに。気づいておったか。ソラ、お前は勇ましく良い友だった。メイドで待っておれ。竜蔵、お前が裏切らねば、今頃葬ってきた猛虎の数の自慢を聞かされていたはず。切りたくはなかった。駒田の浜で死んだ我が友、笠井、松戸、本郷、お主らの対馬への思い忘れはせん。俺にはとても叔父上を殺すことはできなかった。あのようなことがあろうと俺の家族なのだ。母上は湯治に来た時すら髪を下ろしてくださらなかったな。幾日も寝ておらぬようだ。一時だけでも休めればな。今欲しいものは強い酒とうまい飯と休息。おなごも。叔父上は民にとっての手本。戦場の外でも誉れある行いでずっと守ってきてくださった。
忘れてはならんこと。人をも殺せる一輪の小さな花、心強い武器だが、猛虎の手に渡ってしまったのは悔やまれる。堺の名はどう残るのだろう。対馬の英雄か、罪人か、忘れ去られるか。